はい、こちら札幌ドームです。昇格を決めましたコンサドーレ札幌、川井選手、内村選手、宮澤選手、そして J1 行ったぞ岡山選手に来ていただきました。もう札幌ドームまだね、ファンの皆さんもサポーターの皆さんも残っていまして、はい、そのサポーターの前でさっきまで岡山さんがパフォーマンスしてたところなんですよね。いやまあね、本当ホームでやってくれました。僕一個も試合出てないんで偉そうに言えないんですけどこのメンツはねもう頼もしいですよ本当に。じゃあそれでは皆さんに一言ずつ今の気持ち聞いていきましょう。はい、お願いします。キャプテンの川井選手どうですか。いや最高ですね。やっぱり1年通して目標としてきたものが叶ったので最高です。そして今日2ゴールの内村選手。いや目標の J1 達成できて本当ほっとしてます。そして今日も攻守にわたって運動量多かった宮澤選手。最高です。疲れましたけど、はい。そして岡山選手。はい、スタッフとして今日ベンチ入れなくてやったんですけど、もう気持ちはもうみんなと一緒っていうことで、もう本当今疲れてるんですよ僕も戦って。だからこの後ビールかけあるんで、もうそろそろ失礼させていただきます本当に。ビール、ね、みんなでビールかけしまくりようよね、ビールかけね。どうですか。いやもう本当ね、岡がこうまとめてくれるんでチームが雰囲気がいいですよねってことにしておきます。岡山さん、まだまだお付き合いいただきますよ。それではスタジオの平畑さん。はい、皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ川井選手からお話を伺いたいと思いますが、川井選手、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。先ほど試合終了後のセレモニーのこうコメントの中で、もう試合に集中して何も言葉を考えてなかったとおっしゃってたんですけども、はい、やっぱりそれぐらい今日のゲームに集中してたってことですか。そうですね、余計なことを考えてるとやっぱり試合ダメだった時に何をやるか分かんないんで、うん、はい、集中してました。今日は決まった瞬間っていうのは、まあ、勝った瞬間ですけども、その時はどんな気持ちですか。もうよっしゃーっていうのか、ちょっとやっぱホッとしたというのか。いやまず勝ったのに喜んだんですけど、 J1 決まったのかな、どうなのかなっていう分かんなくて、徳島のゲームの内容の結果の情報はどうだったんですか。はい、全く知らず。いや入ってなかったですね。じゃあ勝ったのは勝ったけど昇格できたかどうかっていうのは分からなかった。はい、っていうことは、なんかそれを早く知りたいっていう感じになりますよね。なんかこう時間差でこう、あ、喜んでいいのかどっちなんだっていう感じでしたね。それは誰がこういけたぞっていうのを教えてくれたんですか。岡が一番最初に飛び込んできてくれて、それで分かりました。こっちはハラハラしとってん、もうほんまに。もう岡山選手はもうなんですか、その情報を どっかでやっぱ見てたわけですか。もう逐一もやってたけど選手には伝えないようにしながら、でももう引き分けでも OK やったんですけども、勝ちたかったんで、うん、はい、やっぱりもうみんなにね、引き分けで OK 言わずに行こうっていうベンチの判断でした、うん。俺コーチかみたいな。本当に。でもさ、岡山選手なりにかなりこう気遣ってってことですよね。そうですね、本当そこはもうね、点差とかいろいろよりもうちのチームはまず勝とうっていうのでやってたんで、うん、そこは本当2-1になってそのままね、2-2にならずに勝って昇格できたっていうのは本当もうみんなのおかげやなと本当思ってます。はい、岡山選手、今日内村選手の2ゴールいかがでした。いやね、もううちはね、本当もううちのチームのエースなんですよ。でずっと言い続けたんですよね、エースが点を決めれないと勝てないぞって。でもうその勝ち負けを全部背負って今までやってきて、本当この昇格はもううちが点をやっぱ取ってくれたおかげやなって。もううちありがとう。どういたしまして。内村選手、はい、岡山選手はそうおっしゃってますけども。そうですね、まあ、岡さんがいつも、まあ、しつこいぐらい葉っぱかけてくれて、まあ、無視したい時もありましたけどおかげで頑張りました。先ほどインタビューで今日は
相当緊張されてたというようなお話も聞きましたけど、いかがでしたか、ゲーム前は。そうですね、あんまり緊張したことないんですけど、プロになって初めてこういう昇格かかった試合だったんで、なんからしくなく緊張しましたね、ちょっと。でもまず1点目はもう左サイドの突破からシュートに行くまで、なんかいい動きでしたね、うまく相手をかわして。そうですね、ボールが本当良くて触るだけだったんですけど、まあいい動きで相手外せて良かったですけど、ボールが本当良かったです。で今日はスタジアムたくさんのお客さんで、ゴール入った時の雰囲気ってすごかったんじゃないですか。そうですね、もうめちゃくちゃ気持ちよくて病みつきになりそうですで2点目は近藤選手が右サイドの突破ありましたけど、これももう来るなっていう予感みたいなのありましたか。そうですね、あんまりこっち見てない感じがしたんですけど、最近ゆうすけいいパス結構出してるんで、期待してたらすごいいいボールくれて、本当感謝してます、ゆうすけに。そんな中でどうですか、こう攻守にわたって貢献してる宮澤選手というのは、内村選手がご覧になっていかがですか。いやもうすごい頼もしいし、体も大きいんですごい頼りにしてます宮澤選手おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち、率直な感想いかがですか。疲れましたそれに限りますそれはこう何に対して、やっぱり試合に集中したっていうことでの疲れ、対 FC 東京に対する疲れ、なんかこう緊張感に対する疲れ、何でしょう。まあ、緊張感に対する疲れが一番大きくて、本当に前半は体がカチカチでした。じゃあ相当緊張されてたんですね。そうですね、でも龍二さんが声をかけてくれて感謝します。川合選手はどんな声をこうみんなにかけてるんですか。まあ、チームを盛り上げる声だったり、今どうするべきかだったり、あとは罵声だったり、いろいろありますけど、はい、まあ叱咤激励のような罵声ほとんど罵声があるわけですね。岡山選手、はい、いろんな昇格を経験されてますけど、はいはい、今シーズンの札幌はいかがでしたか。そうですね、僕自身がもうサッカーちょっとやめるかもしれない状況になってたんで、でサッカー選手としてもう一度この舞台を提供してくれたのがコンサドーレ札幌なんで、うん、僕は本当もうこのチームに感謝の気持ちをこうどうやったら返せるかって言ったら、もう昇格しかないなと思ったんで、もう昇格のためだけを考えて今までやってきたんで本当嬉しいです、はい。でその思いが今日はスタンドというか、その札幌ドームも本当にその思いの塊でしたね。そうですね、3万9000人超えしてくれて、やっぱりこの中でやっててね、負けるわけがないって僕は言ってたんですけど、本当にね、その選手の苦しい時の一歩、その体を張るっていうところを、もうこのサポーターの声援が、いやもうね、口先だけとかじゃなくて本当に出るんですよ、うん、今日みんなね、体の張り合いとか一歩がすごかったのは、まさにもうこのホームの声援のおかげでしたね、うん、はい。いや本当になんかそれもすごくこう見てても感じました。本当に皆さん今日はおめでとうございました。この後ビールかけ、あもう札幌ビールでビールかけなんで、ここよろしくお願いします。じゃあ、それをクラシックで札幌ビールさんでビールかけするぞおじゃあ思いっきり楽しんでください。今日はどうもありがとうございました、はい、おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます